そうか、サガたちだけでなくハーデスのスペクターもすでに入り込んでいたのか。その通り、サガたちなどは所詮単なる案内人に過ぎんのだ。どうかな。何？お前たちの方がかえってサガたちの足手まといになるかもしれん。ほざけ、お前もタウラス同様この場で息の根を止めてやる。なんだこの匂いは。レグラス！体がしびれて気が遠くなる。あれならもうこの好機にやられたのか。この好機を捨てはいけない。もう無駄だ。いくら呼吸を止めたところでディープフレグランスの効果は皮膚から浸透する。そしてお前の中枢神経を侵し五体を麻痺させる。やがて数秒もしないうちにお前を深い死の淵へと引きずり込むのだ。さらばだアリエス。ゴールドセイントとはこれほど脆いものか。あっという間に二人も片付いたわ。なんだこれは。いつの間に。一体何が。クリスタルウォーク。いかなる者もこの目に見えぬ壁を通り抜けることはできない。クリスタルウォールだと。バカな。ディープレグランスはその壁に阻まれ通用しなかったというのか。待て、どこへ行くアリエス。貴様との勝負はこれからのはずだ。すでに死んでいる者に勝負も何もあるまい。な、何？すでに死んでいるとはどういうことだ。おい、ハルテバランが一人の敵も倒さずにムザムザやられると思うか。お前がディープフレグランスでアルデバランの息の根を止めたと思ったとき、お前もまたアルデバランのグレートホーンによって五体をバラバラにされていたのだ。バカだ。俺が五体バラバラだと。あなたの無言の教えによって危機を救われました。タウラスのクロスに残ったコスモを感じることによっていち早くあの者の技をかわすことができたのです。ありがとう。あなたの死は決して無駄にしません。アテナは必ずや守り通してみせます。どうか星となって私たちを見守っていてください。